さん視点でででチャビって名名すすか名称ですか迷いのうーん、どっちでもないかなという感じですね。ただ残念に思ってるのが、名称じゃなかったっていうところがまず残念に思ってるところですね。決して我々が期待していたスタイルのサッカーじゃないんですよね。 バルサスタイルでは全然ないし、クライフイズムでもないし、まあそれは同義語なんですけども、そして育成においてもやっぱり全く真逆なんだよね。カンテラ使っていうよりも銀河系を作ってってますから、想像したのとは真逆ですよね。言うてさ、この目先の勝利だけを考えたサッカーやっててさ、3位ですからね、まあ、こういうサッカー数だともう圧倒的じゃないと。言うていい選手揃ってますよ。 今日もバルサきついですかいやー、バルサきついでしょう。一本のパス決定銀河系で揃えた3トップがうまくやってくれることに祈るしかないような感じになっちゃってますよね。せっかく能力の高い中盤の選手たちいるんですけれどね。使いこなしきれてないですよね。バルサがやりたいことそのままやられてますかそうですね。やられてると思いますけど。まあでも今のバルサがやりたいことっていうのはもうそんな洒落たことをやろうとは思ってないと思うんですけど。 これで変に勝ヘヘヘシャビが来た当初から私それ言ってしまって何言ってんだとまだシーズン途中からじゃないかっていうお叱りのご意見もいただいたことを今思い出しましたそうだよなぁもうシャビいいわなぁもうなさすがにこんなサッカー見たくないよなぁしかもシャビがそれするからなぁなおチャビ変わらなかったもんよ本物の有能な監督を招聘してほしいそうね シャビは有能じゃなかったかなちょっと。気合と根性とこと守備、インテンシティ。まあ、気合と根性の部分か。で、バルサーっていうブランド力で来てくれたギュンドワン、ジョアン・フェリックス。沈みかけたバルサーを救うんやって言って来てくれたレバンドスキー。そして、黄金期バルサーを見て育ったデヨングとペドリっていうね。ここら辺ももう全部ペップバルサーの遺産だわな。シャビバルサーはクーマンよりはマシですか。 いや、ゴブゴブじゃないクーマンバルサの時にもううんざりしてたけど、シャビバルサになってもまあうんざりしても私もバルサの試合もあんまやらなくなったしね、実際ジローナの方がいいサッカーしちゃってるからね、今。バルサで唯一の宝はペドリだな。ペドリ洗う方かな。チャビの指示が理解できない選手、プラスチャビもなんで戦術が理解できないのかわからない。ああ、チャビが先に行きすぎてて。 なるほど。そういう現象はあったりしますよね、実際にね。だけど、本当に有能な監督っていうのは、頭の中で難しいことを考えていても、その言葉をの抽象度を下げて、具体的にして伝えるもんじゃないですか。有能な上司とかもそうですけども、有能な上に立つもの、リーダーっていうのは、やっぱそういうもんじゃないですかね。噛み砕いてね、わかりやすく伝えるっていうのが仕事ですよね。 おっしゃる通り、本当に優秀な人は相手の立場によって具体と抽象を調整できます。そうですよね。そう考えると、ペップ、化け物ですね。そうですね。ペップは最初から素晴らしかったですね。もう一年目から素晴らしかったですもんね。ガラッと変わったもんな、やってるサッカーの質が。 シャビ頑張ってほしかったけど、この巻き方は擁護できない。うん、そうね。ちょっとダメな方に回っちゃいましたね、すべてがね。だってもう、おかしいもん、シャビバルさん。ペドリ、デヨング、ギュンドワン生かすなら、レバンドフスキーとかじゃないんだよ、もう。トップが。ディフェンスも洗う子とかじゃないんですよ。 なんかもう中途半端。技巧派を揃えときながらパワー揃えてみたいな。それでなんとかピッチ上で感じ取ってやってね感が出てる感じがしますよ、ね。アルバレスみたいなタイプのフォワードが合うってことでしょうか。アルバレスみたいなタイプか。いや、結局ここの選手たちがこうやって回せる選手だったらもっと引いて降りてこれる選手の方がいいんじゃないっていう。 感じですね。まあ、ただやろうとしていることがね、ここがこう入っていくんで、高さ取れる選手が欲しいっていうところはあるんでしょうけど、でも、可変するってことは繋ぐってことじゃん。こっからここまで移動して、こっからここまで上がっていく時間が必要なわけだから、可変していくってことは繋ぐってことなんだよね。じゃあ、繋ぐなら繋ぐなりのセンターバックとか、ウィングの選手もそうだけど、なんかイケイケじゃないですか、ここの3人って。 ここと、ここが分離してるというか、フィーリングだよね。なんか全部がね。ハフィーニャ中に入ってきて、デヨングここ行ってとかっていうのもあるし、前半ね、ここハフィーニャ撮った時、これ素晴らしいなと思ったけど、それが戦術的じゃなくて、ただの感覚的だったわけであって、っていう話だよね。 メッシのゼロトップで降りてきたところにペドルが裏取るみたいなことができるはずの中盤3枚のやつうんやそうそうそうですねまあそういうサッカーするんだったら今日中盤パワー負けしてましたけどねまあここのパワーでもっと張り合えるまあガビみたいなのがいたら変わってくるんでしょうけどねまあただジローナが素晴らしかったですよオープンアイフーーウカットゥー the sounds i breathe